はい、はい、続きまして、あ、久しぶりだね。あ、本当だ。萌えちゃんのパパからの投稿です。リオ、リオ。こんばんは皆さん、はい、萌えちゃんのパパです、はい、乾燥バナナは食べても、うん、生のバナナは食べなかった萌えちゃんが、うん、初めて生のバナナを食べました。はガツガツ食べてますが、うん、決して飢えさせてはいません。なんだそれ。あとお腹気をつけてあげてくださいね。ガツガツ飲むとか言うよ。飲む言わないね、うん、はい、言わない、はい、お願いします。面白いのが時たま面白いこと言うな。全部あれどうしたんだろう。ガツガツ飲むなって言われた。誰が、うん、先輩が。そう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 。あらら、お、本当だ。でもあそこ食べやすいもん、うん、だんだん太くなるとさ食べにくいじゃん人間でも。いやーすごいね。舐めてもいるよ。ピラピラって。手はやっぱ持たないんだね、ウサギって。そうですね。なんか猫ちゃんはやるようなイメージが。ガツガツ食べとんな。どんだけ食べるんだろう。これ一本食べたら下痢しちゃうよ。あれ？あれ？あら。萌ちゃんのパパなんか言ってる？うん。最高ですって言ってる。あ、そうですか。わ、うん、かりました、はい。では続きまして、はい、マリさんからの投稿です。はい、ウサギの名前、ねえねミニレッキスブロークンリンクス女の子です、うん、サメ部の皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。視聴者プレゼント香り際立つ美しいチモシーが無事に届きました。美味しいです。はい、はい。どうもありがとうございました。はい、ねねも大喜びです、はい、そんな我が家のねねを紹介します。タイトルは早く食べたい、はい、です。どうぞ。何を早く これをかな。これをだねきっと、うん、美しいチモシ。じゃあ美味しいです。あれ、ごめんなさい、4回言いましたけど失礼しました。大変失礼した。本当は美味しいチモシって香りがさ来る。私そうかと思ってさワクワクしてたんだけど、とろーおまかしあんで失礼ます、ね、あん中に入ってんだけど相当匂うんじゃないじゃあ。逆に近づかないとか。早く食べたくなるんだけど。え、どこに、どこにいるんだ、みのちゃん。あ、いたいた。まだ開封してないんだ。ん？あの写真だと開封しないことになりました。開いてる。開いて上から出てるんじゃないの？あ、出てる。違うのかな、わかんない。どうでしょう。うん、もしマリさんいらっしゃったら、いたよ。真相をお知らせくださいまし、うん。はい。はい。では次ですね。はい。では続きまして、はい、ふーくんのパパからの投稿です。うん、うさぎの名前、ふー、ラン。リノ、モル。性別、ラン・リノは女の子、フー・モルは男の子、うん、大家族、種類、種類、はい、ネザーランド・ドワーフ、はい、原田さん、はい、うさぎ先輩、うさめ部の皆様、こんばんは、はい、こんばんは。フー君のパパです、はい、投稿テーマの、うん、ワナウサギの名前の由来ですが、うん、あ、そうでしたね、うん、はい、覚えてますよ、うん、以前にも紹介しましたが、まずは子供たちの名前の由来から紹介します。はい、ありがとうございます。ふーくん、らんちゃんを2文字でつけたので、うん、2文字にしようとだけ決めていました、はい、男の子と女の子だったのでなんとなく言いやすい名前がいいかなと思い、ふーくんのママさんが、うん、モルくん、うんうん、と、うんうん、りのちゃん、うん、と名付けました、うん、漢字なんだね。あ、ほんとだ、うんうん、はい、それと兄弟の漢字を組み合わせると、うん、ルリ色のルリとなるようにした次第です。かっこいい。なるほど、すごい。そっか、守るに、うん、ルリのル、うんうん、ルリのリのルリのね、ルルルルル、うん、素敵素敵、はい、もし次の子が我が家に来たら、うん、ルリになるかも、うん、名前ネタが出たので
今回はふうくんファミリーを知ってもらいたく、クイズ形式のスライドショーを作りました。おー、楽しい。クイズ形式です。お父さんがふうくん、お母さんがランちゃん、子供たちがモルとリノです、はい、皆さん何問正解するかな、うん、あ、そんな何問もあるの。今週もリアルタイムで見ることができないので、はい、アーカイブ楽しみにしています。はい、ぜひ、じゃあ行きましょう。クイズ形式でワクワクしてくる。かわいい。お父さんだね。おお、またうまく並んでるよ。ほら、お父さんとお母さん、子供、いいね、これ素晴らしいわ。よう、みんな楽しくしたのかな。ねえ、あ、これで誰かっていうのね。そりゃちょっと無理だってばさ、双子みたいだもん。いや、大体わかりましたよ。本当、はい、ちょっと勘弁して。みんなわかる？わかんないよね。わからんやらって言ったの。どこの方が名古屋弁なの。あ、名古屋弁なのな、やらって。おじはごめんなさい。ちょっとギブアップだわ。難しかった。そうだと思ったって言ってる。ますます分かんないじゃん、これ。ウサギかどうかも分からない。ね、お目目だけだもんね。お耳もないしさ。ほら、みんな言ったよね。ミとボと分からないかね。大体分かりますよ。また。うん。言って早く。やっぱり。何も。モル君でした。あんな大きくなっちゃうんだね。ね、早いな、成長が。まだあるよ。怖い。これはランちゃん。そんな。違う。大体わかりますよ。誰？ん？誰よ。それ、フークのパパです。え、だって色が違うくない？普通に答えたな。色が違うって何？あれ、ほら、ランちゃんじゃん。やったよ。やったやったやった。なんかもらえるかな。まだある。そろそろふうくんじゃない？これ間違いねえな。わかりました。うん、誰？お父さんです。ですね。そりゃラストだし。パパってそれだと思ったんだ。ん？あ、ごめんなさい。何？何？いいどこどういうこと？違うじゃん。楽しい、これ楽しすぎる。うん、ふうくんそっくり。これがふうくんだね、きっとね。結構しまっとんな、今。うん、ハンさん。あー、一個でも当てられて嬉しいわ、私。90点ぐらいだな、俺。え、なんでなんでなんだ。うん、あ、ありがとうございました。いつもね、ふうくんのパパは、ね、うん、そしてあの、先月ちゃんと聞いていてくれて、本当に、テーマをね、あ、はいはい、後でまた言いますけど、皆さんよろしくね。はい、では次です。あ、すごい久しぶり、リリーローズさんからの投稿です。はい、こんばんは。初めての当選で嬉しいです。よかったですね。そして着いたしね。着いたしな。昨年のクリスマスに、きなこが月に帰って、私もなかなか気持ちの切り替えができませんでした、うん、その後、きなにそっくりな子を見つけて、何度もお店に通って思案し、連れて帰ってきてしまいました。いや、しまいましたじゃないよ、よかったよ、ね、もちこと言います。きなこの次はもちこです。いいな、またよろしくお願いしますってことで、もちこちゃんです。初登場、どうぞどうぞ。もちこ、うん、お餅が好きなんだな、リリちゃんは。あ、本当に似てるじゃん、かわいいね。えよかったね。ね、かわいいですね。うん、あれ、リリちゃんどこ行っちゃった？隠れて泣いてるかい？あ、来た来た。今
今は似てないって書いてある。え、おてんば娘いいじゃん。あれ角度によってさ、ほんと真っ白に見えたりとかね、不思議だね。顔の表情もやっぱ変わるしさ。でもよかったよかった。気がきついのよ、あなたに似てます。そうそう、元気元気。ああよかったよかった。でまたちょっといろんな姿をあの投稿してくださいね、ぜひね。モッチーね。はい。あ、モッチーになった。はい、山千穂さん。いいよ、モッチーでも。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。